この番組は農業生産法人有限会社ドリームヒル、農事組合法人オーシャンリンク、クオリティ&イノベーションコーンズ AG とご覧のスポンサーでお送りします。皆さんお元気ですか？9月に入りました。8月は本当に暑かったですね。全国的に見ても暑かったんですが、特に北海道はありえない暑さとなりました。皆さん夏の疲れは出ていませんか？私はちょっとだけバテています。さあ、北海道から毎週発信、酪農情報専門チャンネル、デイリーナビ TV、 今回も酪農に携わる皆さんにためになる情報をお届けしてまいります。今回は馬産地として有名な新冠町で酪農を営む株式会社太陽デイリーファームをご紹介します。こちらの牧場では営農に関するさまざまなデータを可能な限り収集活用することで、未来に向けた効率的な経営を目指しています。詳しいお話をお伺いしました。私たちの太陽デイリーファームはですね、2017年に畜産クラスター事業っていうのを使って、できた比較的まだ若い会社ですね。はい。飼料頭数はですね、搾乳牛が360頭で、育成牛が260頭ぐらいいます。トウモロコシと牧草を含めてだいたい200ヘクタール弱、やっています。当社ですね、フォーベターデイリーライフっていう目標でを持って会社を運営させてもらってます。とその意味っていうのはですね、英語でデイリーっていう、まあ酪農っていう意味と、あと、毎日っていうデイリーっていう意味をかけてですね、消費者とあと我々従業員も含めた、毎日の生活をと、あと酪農家としての毎日の生活をより良くしていこうという、その目標に向かってやってます。はい。当社が置かれている日高地区っていうのは、お世辞にもいい条件の、場所とは言えないんですね、酪農にとっては。でそういう中で、こういうふうな大規模な酪農を営農していくためには、さまざまな係数管理を厳格にやらないとちょっと生き残ってはいけないと思ってるんですね。それで数字にはこだわって、経営はしていっています。はい。まあ、入券だとかは当然加入してやって、個体管理だとか、そういうのを徹底してやっていくっていうふうなことは心がけてますね。去年からはですね、搾乳頭数っていうのは減らしたんですよね。っていうのも飼料価格の高騰が原因で生産性の低いものを淘汰していったりとかしたので、頭数を減らしたんですけど、その割には挿入量っていうのは1頭あたり の乳量を上げることによって、そこまで総出荷乳量っていうのを減らさないで済んでいると思います。はい。とにかくうちの牧場っていうのは数字にこだわって経営をしていってますね。それがこの酪農の条件不利地である日高で、大規模営農をしていく鍵だと思っていますので、そこはこだわってやっています。日高で酪農をやっていくというのは結構難しい問題があるみたいですね。
そんな悩みを解決するには浅野さんがおっしゃる数字にこだわるということ、さまざまな数値をデータ化し分析することが大切なんだそうです。一体どういうことなのかご覧ください。どうしても日高で酪農をやるってなると、土地が必要なんですけど、やっぱり資本力のある、馬屋さんが条件のいい土地っていうのを抑えてしまうような形になってて、酪農家の人が使える土地となるとどうしてもいろんな条件な不利な土地が多くなっている現状です。それで当社の場合もですね、ポイントが打ってあるようにこれだけの分散した土地を集めて基礎飼料を収穫しないと賄えないので、100箇所ぐらいに分散した状態に今なってますね。こういった、マップのサービスだとかを使って、管理をしています。ですね、収量も細かく管理してまして、牧草やさまざまな収穫物を、細かいところからいろんな借地から収穫するものですから、その土地から上がってくる収穫物の量っていうのを正確に把握して、無駄のない補助管理を心がけています。これが経費だけに絞ったグラフになります。それで、うちの創業当初からですね、頭数も増えたこともあって、これが飼料費なんですけど伸びてはいたんですが、2020年からその伸びっていうのが急激に、なっていますね。して実は当社ではこの2022-2023年の間に、生産性の低い牛を淘汰して全体の頭数を減らしたにもかかわらず、飼料費はこのような伸びを示しているっていうことに、なってますね。酪農家の今の置かれてる現状をよく表しているグラフだと思います。はい。実は創業当初とても苦い経験がありまして、大規模な牧場を始めたので、どうしてもその粗飼料 を確保する畑の面積が足りなかったんですね。でその不安に駆られて、そこまでいらない粗飼料も売ってくれるっていう人がいたら、あ、ちょうだいちょうだいって言って、たくさん買ってしまって、で翌年そこまでそんなに使わなくて、どうしてもその余らせて、で腐敗だとかしたりだとかっていうことが あって、外部から何かを買うっていうことになっても無駄を一切省こうと、一体、うちらには何がどれだけ不足してるのかっていうのをリニアにこう見て、で必要な分を必要な分だけ調達するっていう、そういう方針に変えたんですよね。ただそれを実現する上にでもやっぱりデータっていうのがないと、一体いくら足りないのかっていうのも判断がつかないですから、まあそういったことも契機になって、データをいろいろ集めて集中して、経営に役立てていこうかなっていうふうに、なりましたね。はい。これは外部の金融機関さんに実際言われたことなんですけれども、酪農業っていうのはこういったデータの整備っていうのが比較的遅れた産業だと、はっきりした数字が出てこないから
お客さんにしようにもちょっと難しいっていう側面があるっていうのは言ってました。その点当社の場合だと良くても悪くても理由も数字ではっきり出てきてますから、相手をするにしても大変分かりやすくて、外部から見た時の牧場の姿っていうのがよく見えるっていうふうには評価を受けてはいますね。はい。酪農経営をデータで残す、こう聞くとちょっとこれ面倒なのかもしれませんが、しっかりとした経営をするためには必要不可欠と言えるかもしれませんね。さて、頭脳派の浅野さん、実はアイデアマンでもあるんです。まずはこちら、これ何か分かりますか？道路の、ロードスイーパーって言って、舗装だとかする業者さんの、やつをちょっと流用させてもらってますやつですね。はい。たまたま、そういうのが1台余ってるよっていうことで、そういった経緯であれちょっと使ってみた次第ですね。驚くほど良かったですね。あれはおすすめだと思います。はい。続いてはこちら、手作りのカーフハッチなんですけど、ホームセンターとかで売ってる、1000円ぐらいの1枚1000円ぐらいの網に、バンカーサイロとかで使用した、ハイビニールみたいなのをこう巻いて、それで仕切りにすることによって、カーフハッチにして流用したっていう経緯がありますね。カーフハッチってものすごい高い資材で、安くやっぱり、上げようと思って考えて、であれも試しにやってみようと、トライしてみようって言ってやった結果、まるっきり問題ないですね。はい。今後はまず規模をもう少しこの牛舎に見合う適正な規模にアップグレードしていくっていうことと、あとどうしてもこういう携帯の使用形態だとスラリーだとかが発生するので、それを、環境に低負荷なものに変えるためにバイオマスのプラントとか、まあやれればいいなというふうに思ってます。はい。さまざまなデータを活用してより良い酪農経営を目指す浅野さんの取り組みに今後も注目です。そして環境に配慮したバイオマスプラント、これも実現できるといいですよね。以上、特集お送りしました。続いては全国の酪農家の皆さんが撮影した動画や写真をご紹介する、もっと知りたい遊牧場。今回はこちらです。以前も遊牧場でご紹介した石川県内灘町にある堀牧場です。およそ100年前から金沢近郊で乳牛を飼育している堀牧場には6つの牛舎があって、前回は第4牛舎の牛さんたちをご紹介したんですが、今回は貫乳舎の牛さんたちの可愛らしい瞬間をご紹介しましょう。暑い日が続きました。大事な水分補給のちょっと面白い飲み方3連ちゃんです。器で飲むより新鮮なお水が飲みたい。ホースから出てくる水の方が冷たかったのかな。次もやっぱり待ちきれない、もう加えちゃいます。その方がたくさん飲めますもんね。最後は霧状になった水をどうしても口にしたいんです。舌で一生懸命飲もうとしている牛さんに、隣の牛さんが何やってるのと覗いている様子もくすっと笑っちゃいますよね。さあ、遊牧場では皆さんの自慢の牧場の動画や写真もお待ちしていますよ。続いてお知らせです。
全国版の酪農情報専門誌デイリーマン9月号はただいま発売中です。9月号は鳥獣害の実態と効率的対策とは、消毒を見直し防疫体制強化などが紹介されています。全国版の酪農情報専門誌デイリーマン、購読ご希望の方はこちらデイリーマン社のホームページにアクセスしてお申し込みください。それでは皆さんにプレゼントです。抽選で10名の方にデイリーマン9月号をプレゼントします。読んでみたいという方はこちらからご応募ください。番組ホームページに応募フォームがありますので、こちらからお気軽にご応募くださいね。ご応募お待ちしています。さてデイリーナビ TV、 次回の特集はこちらです。チーズ工房で膨らむ夢ということで、北海道日高町にあるクリーム牧場を訪ねます。北海道内の道の駅や物産館、東京にも販売ルートを持つ、今や知る人ぞ知る人気のチーズ工房です。工房誕生までには驚くべき展開が待っていました。どんな牧場なのかお楽しみに。お送りしてまいりましたデイリーナビ TV、 番組公式サイトでは番組のバックナンバーのほか、スポンサーのウェブサイトともリンクしていて、最新の製品情報などもチェックできます。酪農を取り巻く環境は厳しいですが、デイリーナビ TV がさまざまな情報提供の場となって、酪農家の皆さんがこの苦境を乗り切るお手伝いができればと思っています。酪農情報ニュースでは特集に関連した情報や魅力的な情報を提供していますので、ぜひこちらもご覧くださいね。そして番組公式サイトでは、今ご覧になっている YouTube チャンネルよりも一足早く最新作を見ることができますので、ぜひこちらもご覧ください。それではまた次回のデイリーナビ TV でお会いしましょう。この番組は農業生産法人有限会社ドリームヒル、農事組合法人オーシャンリンク、クオリティ&イノベーションコーンズ AG とご覧のスポンサーでお送りしました。